お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのマジアチオールブレイカートルネ型をやっていきたいと思います。というわけでですね、ちょっと前にね、ヤナアメ型をやったと思うんですけど、ヤナアメ型使いたいよって方は、ヤリゴブトルネウッドがヤナアメスケコウモリですね。で、どっちの方にもどっちの良さがあるって形で、トルネ型だと、マジアチトルネで、よりね、マジアチのダメージは稼げるであったり、防衛でバルーンとか、ホグとかが楽になるかなっていうわけで、ぜひこの方もね、使ってみてください。前までテスラだったんですけど、テスラが解放されたので、ボムですね。で、バルキリーはナイトでも、どっちでもいいんですけど、バルキリーマジで、単体性能バカ高いと思うんですよね。例えばですけど、ペッカエレキとか、ジャイネクロとか、縦プラスのユニットとかも、結局全部自己など処理できるんで、防衛力高いし、ほんと使い得キャラだと思うんでね、バルキリー持ってるなら、バルキリー使うのおすすめです。やっていきます。さあ、そんなわけでね、射抜いていきたいと思います。とりあえず、槍とか、ウォールブレーカーとかでプレッシャーかけて、マジア調でね、射抜けそうだなと思ったら射抜いていきましょう。これ、槍ゴブ無視で600ダメージ、やばくね？はい、ウッド削っていきます。で、こういう手札にね、やっぱなるんでね、ちょっとカード下げにくいですね。しかも、レモンツリーってあれなんですよ。本当は海外でめっちゃクロスボウが上手い人がいるんですよ。で、レモンツリーっていうんで、多分その人に憧れて、レモンツリーって名前にしてるんで、クロスですね。普通クロスですね。なんで、僕のこの手札上、マジアチされたら逆サイチャキ。バルキリーされたら逆サイチャキ。で、何しても逆サイチャキが、偽装なんですけども、偽装なんだけど、ちょっと違う、わかんないな。いや、攻めてこないのがクロスじゃないのかな。ロケットピュン来るかな。いや、来ないんだろ。あれ？いや、クロスじゃないのかもしれないですね。もしかしたら。いや、わかんないんですけど、ちょっと。さすがにこれは射抜いていい。よいしょ。さあ、ディーガーでプレッシャー与えながらね。これ入ってんじゃない？いや、めっちゃ入ってる。綺麗に。ナイス。さあ、2400までいった。いや、なんかマジアチャさ、やばいんだよね。なんか軽く、想像の何百倍も出ちゃう。さあ、槍とかで回しながら。ここはもうシャアなしですよね。ある程度ダメージ入っちゃうっすね。オーケー。気合で耐えていくしかない。トルネがやっぱ腐るし、クロスの受け大変なんで、マジ気合です。マジで気合で頑張ってください。普通にね、テスラクロスポンポンと置かれるだけでも苦しいですし、とりあえず大変なんですよ。とりあえず大変なんですけど、気合です。結局は。で、これ高めとかも絶対誘われてるんで、いかないっす。はい。で、しっかりウッドで剥がして、ディガーでも削りながら、相手がウッド使ったんで、やりごぶ。いや、もう、気合ですね。マジックアーチャーは、端前射抜いてもいいんですけど、射抜かないっていうのも、あえて強いみたいなとこあるっすよね。一回ちょっと変えようかな。これ、テスラ殴ってほしかったな、今。これバルキリーが一瞬だけ取ってくれます。やべ。空振った。鬼の休養で行こう。で、マジアチで削りながら。やべ、たまたま当たってる隙が。これぐらいのクロスなら休養できそうです。マジ、耐えるしかで僕できないんでね。もう、ただただ耐えます。セットサイター、1600です。いやー、やっとトントンです。いや、怖すぎる。こっからですね。端前テスラ来る。いや、来ない。確実にね。さあ、もうお互いね、
もうこのマジアチャのことしか考えてないっていう。さあゴリゴリに、いやーでけえ、いやマジでマジアチャ世界変えるな。でこれもう無理やり泣いて引っ張って射抜きたいっすね、無理やり。はい、いやーまあぶっちゃけね、相手もうまいじゃないですかね、クロスどん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 置いてとかありますけど、マジアチャで勝てます。まあ、トルネ腐るのがちょっときついっすかねぐらいかな、よろしく。さあまあなんで腐る分しっかりこうなんだろう、エリクサリード取ってる時に攻めトルネしっかり使っていってね、多分ダメージはね、いつでも出そうと思えば出せるんですよ、このデッキ。そう、守れれば、最終的にマッシュアチトルネで、強制ダメージでね、勝てるっていうやつなんで、まあ、どれだけこう、守れるかってとこっすね、しっかり。さあ、オリープラス5。まあ、バルーンか、なんだろうな。まあ、新エタイロイクとかもあるか。さあ、ディガーで削りながら、トリティン？あー、ロイかな、トリトン、オリー、まあ、ロイぐらいしか知らないっすね。ロールブレーカーでね。はい、ロイですね。よいしょ、トリトンに引っ張られたくないな。おー、これは、まあ、多分、陸系用の、なんか、読み取れないですね。まあ、芝ですけど。で、まあ、槍でこう、プレッシャー耐えていく。これはもう無限繰り返しですね。槍こぶ、ディガー削り、オールブレーカー削りを、まあ、基本無限にして、チャンスあれば、マジアチャで抜きましょうよっていう、デッキですね。これね、檻がね、ワンチャン来るんで、オールブレーカー卒業しないんですよね。あー、それはうまい。まあ、でも、それは、マジでうまい。ガチでうまかった。うん。ね、あのトリトン、やばい。これワンチャン攻め取るんで待ってきます。怖えー。一回ね、ああいうことされると、めっちゃ警戒しないといけなくなるよ。で、ウッドか誰か忘れたけど、これバルキリーミリ残ってると、おい、守りにくいよね。で、これ裏でいいっすね。トルネードがないので、てかワンチャン入れちゃいまんのかな。でも、ファイボだからな。ファイボ入れちゃいだったら施設絶対突破できないんで、まあ、トルネードはないでしょって。うん。え？あったんだけど。ちょっと待って待って待って。ゴリゴリあったんだけど。これ射抜けるんだよな。あー最悪だ、もうバレてるわ。もう射抜きません、もう一生射抜くの引退します。うん、いやエリジェイだったんだな今ので。エリジェイ感結構薄かったんだけどな。よし、うん、さあしっかりボムを置いて2周目回そうかな。でバルキリーで削っていきます。あとはで、まあ、次、端参りで来ても、ボムあるよねっていう。で、しっかり後ろからかな。まあ、無理して、マジウチで削り行くと、さっきみたいに痛い目見るんでね。うん。てか、ファイボなんであれだな。これもう一生ボムトップされないっすね、俺。うん。だからまあ、これしっかり守っとけば、まあ、基本大丈夫でしょうって。やべやべ、ホグ来た。待って待って待って。ホグ来た、ホグ来た。ちょっと待ってよ。エレジーホグだ。さあでこれやばい、ホグにボムタワー使ったらエリジャイ刺すよってやつだね。これ射抜きたくいいと思うんですけど、エリアド的に射抜いたら死です。うん、いやマジか、まさかの、やべえ、ホグエリジャイ来た。でもこれやばいじゃん。まあトルネでね、緊急回避。よしよしよし、まあ危ねえ。いや怖すぎん、なんかでキング起動をしたいな、ちょっとだけ。いや、やべえ。なんか、相手のリズムになってきた。ね。まあでも、1500までいったらいけると思うんだよね。で、ダックプリもあるんで、一旦ステイね。まあ、当てられるかな、この位置は。さあ。よいしょ。いや、入ってんの、でか。これ、ウッドで削りてえな。さあ、ファイボー。もう、こっからは、でも、相手の攻めが絶対通んないんで、これ、ガチで。僕が相手のこの、なんだろうな、大ダメージ受けることがないんですよ。多分。基本的に。よいしょ。削りながら。
まあ、ホグ来ても分あるんでね。まあこれがなんかまあファイボの弱点みたいなところですよね。ユニットには強いけど結局削りきれないですからね、施設相手に。これさ、射抜きたいと思います。いや、射抜くことしか考えてないけど、よいしょ。いや、射抜けないな。ちょ、射抜きたいな、マジで抜きたい。いや、無理やり強制取るのやるか、よくやるやつ。いや違う、ダクブリどっか行っちゃった。あ、でもこれはおいさあ、マジで刺さって、グッドゲームですね。まあ、これ相手がライトニングとかだったらちょっと分かんなかったっすね。ボムとマジアチャにたまにライト打たれてが怖かったんですけど、まあ、ファイブ相手だとマジアチャかボム絶対どっちかはいけるんで、絶対どっちかで守れます。さあよろしく。パゲだ、パゲ、パゲエリゴレじゃなかったかな、なんかエリゴレかペッカのイメージがあるけど分かんない、全然違うかもしんない。さあ花ほじりくん、俺かアイビズ、いやー分かんないね。まあアイビズ今強いんでね、強いというかなんかアイビズ墓石のデッキはちょっと増えたっすね。まあスケラエレジャイ、ファイボだと、あ、だからターレベ13だ。いやエリゴレ感もでもちょっとあるよな。まあスケラかな。いやマジアチャ欲しい、ガチで欲しい。これでウッド咲いたらワンチャン。おー、あー、やっぱあれっすね、エリゴラーです。久しぶりに見たな。これバルキリーちょっともったいないね。で、これババコヤ壊しに行きます、ウォールブレイカーで。やっぱ結局残ってたらめんどくさいんでね。ケツエリゴラかな。あー、守ってくんのか。で、俺の方が多分回転早いから、このアマジュアチャには一旦ファイバー来ないと。いや、これエリゴラ守れるかな、公平。まあ、相手の、あれが13っていうのはね、まあ、ちょっといい。いやー、これボムもったいない気もする。いや、ワンチャンスケラなのかな、これ。なんかどっちでもありそうなんだよな。スケラもエリゴレも。どっちなんだろう。さあ、ベビドラ。俺、これは、あー、トレンド金起動っすね。さすがに。一発？あれ？それは多分やらかしマン。いやー終わりました、勝ちました。いや、なんならさあー3コストにやりたかったけど、まあタルキタンで一旦のステイ。いや、これやばいよね。まあ相手がトレンドミスったのもあるけど、まあ、ミスってなくても結局マジアチャでぶっ刺しね、これ無視させないっすよ。いやらしくね、このやりゴブですらね、しっかり対応してっていう。でウッドは裂いて、これ来ますね。止めた方がいいっすね。てか、スケラでしたね。普通になんかババコのスケラだ。いや、入りすぎん？入りすぎじゃね？で、まあ、2000あれば大丈夫だと思うんだけどね。低めマジアチャっすね、しっかり。で、本当は攻めりがしたいんだけど、ベビーがやばい。オッケー。いやー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。で、ファイボとか咲く。うっ！あなた！あなたそれやってるよ！あなたそれ芝だよ！いや、もう、無理ゲーします。よいしょ。マジの、ガチ強制ダメージ100。おい、ナイス。いや、なんかタルベ13だからね、なんかディガーとかなんか削ってるめっちゃありますね。あっという間に削れちまう。さあよろしく。ルーカス来た、本物だろこれ。さあ世界大会にも出てたね、バカ者です。 LSP、 いやガチうまいよ、高回転、世界最強。ホグクロス、あーホグっすね、クエイコクだ。いや、これは戦えるぞ。あ、入れちゃいか。いや、めんどくさいな、それは。よいしょ。近起動して。よいしょ。いや、多分 CMG ルーカスはルーカスっすね。さあ、高回転の、まあ、クエイクエレジャイのロケ法の、まあ、ガチ回転変やつっすね。
いやー、まあ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 、タイブレイクになりそうですね。でもお互い、でもルークスもめっちゃ拾ってくるんですよ、俺のこのディガーとかウォールブレイカーとか。めっちゃ拾ってくるだろうから、で相手はまあクエイク削りがあると、で俺がスペルがないんで、そういった部分でちょっとね、僅差で負けるのが怖いですね。あとは血入れですね。おい、合わせていく。でロケット押しはマジアチャでやるか、マジアチュットでやるか、まあなんかどうにか縛いていきたいですね。あのテスラやだな。マジアチャクエイクウッドでそういえば飛ぶんでね。まあさすがにボム置いて、でもこれボム置いとけば突破できないんですよ。偽物かこれ。いやーうまいな、すげえ。いやーちょっと位置が悪いな。え、抜きます。一発でもでかい。いやマジでこのマジアチャの一発のために抜くのちょっとやばいかな。スタガメテスラ、ふう。いやロケボムうまい。まあ結局でもある程度は守れる。いやーそうなんだよな、結局俺のが多分これ相性いいはずなんだよな。いやうまいなその守り方で。これテスラか、行かない方が良かったですね。うん、取れねえかな。うん、やべ。いやーまあまあ、で打ったら結局下げてしまえば入らない。いやまあタイブレックスね、ガチで一回場所変えちゃおう。まあウッドでエレスピか。いやこれ入る、熱い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 。一回防衛からいきます。槍ゴブぐらいなら使っていい、槍ぐらいならね。さあ、いや熱いんじゃないこれ、買った臭くね。うえー、いやこれやね、もうボムの強さが出てる。あ、これまた LSP ナイト入るんじゃね。いやー相手のうまいな、目がいい。やりごめでちょっと一生プレッシャーかけちゃう。いやーここでしっかりもう一回血じゃいしてくんだな。焦ってね、前から攻めてきたりしないっすもん。さあロキホー削り、ガチロキホー削りきたな。いやマジタイブレイクっすね。普通にタイブレイクで負けそうだな俺。いやいい取るね。いやこれマジで警戒してる。いやうまい。いやそれ警戒するのバケモンだろ。相手もスペルだけで削ってきます。いやめっちゃ言うと、よっけ、あぶねえ、これは来た。よし、サクッとゲーム。いや、マジで、でも本物だったらバケモンです。いやこれ勝てたのはでかいですけど、多分俺の方が相性いいですね。はい、よかったい。というわけで、マジアチャオールブレイクやったんですけど、トレーナー型ね、はい、おもろいんで、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。